こんにちは、こんばんは、さくやです。突然ですけど皆さん、フレンドがある日パッド使いからマウサーになったらどんな反応しますか？今回はフレンドのりょうがさんにマウサーになったドッキリ仕掛けていこうと思います。このドッキリでマウサーになったアピールをしたらいつ気がつくのか、また気がついた場合どんな反応をするのか検証していきたいと思います。ちなみにコンバーターは持ってないので、実際にはパッドを使いながらドッキリを仕掛けていく感じになります。で、いきなりマウサーになったよと言っても信じてもらえなさそうなので、5つの段階に分けて匂わせ発言をしていきます。レベル1では分かりづらい発言で、徐々に徐々に分かりやすい発言をしていくんで、レベル5の内容なんかはかなり露骨にバラしていく発言をします。最後に今回は3人でランクマッチやっていくんですけど、僕と佐藤ちゃんが仕掛け人、ターゲットはりょうがさんただ1人っていう感じです。それでは早速ターゲットをパーティーに呼んでいきましょう。お、来た。こんばんは。お疲れーす。こんばんは。お疲れ様です。周りにね、ジャッカオがいる。ジャッカオまた一人かかった。カプカーンに引っかかってる。ジャッカオがカプカーンに引っかかった。桜井さん今そっちピークしてるよ。カプカーンが、カプカーンじゃん、ジャッカオが。私、うわ、最悪や。一人踏んでくんねえかな。あら、どんまい。それではここからドッキリスタート。レベル1、感度変えました。発言していきます。いや、なんか感度な、どうしよっかな、全然なれんな。どうした、調子、いやなんかね、感度変えたんだけど、調子いい時となんか悪い時の差が激しい。さあ、りょうがさんの反応は。調子いい時となんか悪い時の差が激しい。あら、あらあら、沼か。当然レベル1の発言で気がつくわけもないので、ここからレベル2へ移行していく。ナイスブリブリ。死体で、オーケー。後ろ怖いね。え、いい？オーマイク。あ、バイクだ。ナイス。強いよね。誘うか。レベル2、慣れないな。カッコマウス。誘うか。いやー、なんか今のもテルミットもな、なんか慣れてたらやれそうだったんだけどな。慣れんな。なんかここぞって時外すんだよね。辛いわ。りょうがさん設定とか変えてないです？りょうがさん設定とか変えてないです？僕は設定は一切変えない人です。レベル3ではラスキルのシーンが必要なため、ここからは全力でプレイをしていく。ガレニー。何やった？ガレニー。ガレージナオリージョン。ごめん、ちょ、フラッシュ投げてるタイミングで。確かカバーは？あれです。突き上げゲーム。あやった。レベル3、ラスキルで上を向く。詰めてない量産の方。あー、ちょっと待って、ピン立てはあ、ブル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 。あ、これは新手の時間稼ぎ。いや、間に合う、間に合う、ナイス。おー、やりますね。いいね。いやー、いいねー、調子上がってきたじゃん。これいいわ。いや、新設定きてる。今これりょうがさんとかに声聞こえてないんですけど、キーボードの音を今から流します。では行きます。あ、終わった。ナイス電話。それ、ナイス電話。そこあんまだよ、今カウンター裏から頼みてるから気をつけて。カウンター裏ロックしてるね。これ待ってる、待って、ナイス。オーケー。何が苦手だよ、強くね。いやいや、超苦手。危ない。あ
まりに怪しまれないためレベル3とレベル4を同時に試します。やべえやついる。おお、強いね。俺のはマジで何もしないんだが。あれ、あれのキルは低感度芸人じゃないのか。好感度いいね。ついに最終段階へ。しかしここでまさかの事態に。ヨガさん酒飲んでる。え、なんすか。ヨガさんレモンドゥ飲んでるでしょ。え、どういうことですか。そんな気がするな、なんか。え、どういうことですか。なんかレモンドゥ飲んでそうな感じする。それは一体どういうことですか。これがアルチュか。あ、これが JK の実態か。はい、ということでね、お二人はいつになったら僕がお酒を飲んでることに気づくかというドッキリをね、今回かましていたんですけども、ようやく4試合目になって気づいたということで。はぁ、遅すぎる、本当に。え、いや、僕あのずっとお酒飲みながらやってて、いつ気づくのかな、いつ気づくのかなーって僕やったんですよ、ランクを。なんだよそれ、飲みながら。なんだそれ、わけわかんねえわ。なんのドッキリそれ。マジで意味わからんでしょ。気を取り直して、ここからはドッキリの続きをどうぞ。え、佐藤ちゃんさ、うん、DPI なんでやってる？俺今800ぐらいかな。あ、800なんだ。うん、まさかのマウサ。そうなんですよ。あら、使い始めました。あら、そうか。そうか、ついにマウサになってしまったのか。え、なんか逆に涼賀さんマウサになんないですか。いや、僕もすでにマウサだから。くさ。え、割と失望します。え、でも僕マジでマウサっすよ。え、それは嘘。え、ほんとっすよ。それは嘘。え、だって僕なんか明らかになって変な感度ですからね、今。え、じゃあ涼賀さんもマウスだから気になんないっすか。だって僕手ブレひどいっすもん。あー、なるほどね。こっちマウサっすよ。涼賀さん、ん？ DM 見て。 DM？ツイッター。あ、うそ。ドッキリ大成功。あ、うそ。イエーイ。え、信じた？え、だって、いや、俺普通にマジで今マウス使ってるから。いや、いいわそういうの、マジで分かってる。いや、絶対嘘だもん。最近マジで変えたんですよ。だって最近感度僕カクカクなんですよ。絶対嘘、それはない。いや、本当に。え、マジ。いや、うん、まあ今は普通に酔ってるからそう思わないかもしれないですけど、ガチで僕最近クリップカクカクっすもん。マジ本当に。いや、はい。絶対嘘やん。いや、あの友達にマウスとパッド両方使えるやり方があって。はい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 。それ僕今やってるからキーボードの音しないんですよ。あー、マジか。いや、だから僕今ガチマウスだから。え、やばいじゃん、ボツじゃん、これじゃ。え、どうしよう。ドッキリでした。うせー、死ぬんだよ。バカだろ。死ぬわけないでしょ、俺にドッキリが。こんな、酔ってても通じないから俺にはドッキリは。ざけんなよ。もうどんだけ5段階踏んでんだよ、ここまでで。めっちゃ段階踏んだのに。信じかけたしね、ワンちゃん。ちょっと、え、マジボツになんの動画。え、嘘でしょ、俺これ絶対この動画絶対いい動画来たわとか思って、もう思考停止したんだけど、マジで通じるんだよ俺には。だよ。してやられたわ、マジで。マジで焦っ
ったわ。こんな下手くそなマウスいてたまるか。いや途中洋画さんがなんか酒飲みドッキリみたいなのやってて、もうなんかこの人ドッキリされてんの気づかないでドッキリしてるわと思ったら、しめしめと思ってたら最後してられたわマジで。通じねえんだよな。ちなみにドッキリ大成功って言ってたところの前のところで普通に DPI 聞いた時にちょっと落胆してたボイスだったじゃないですか。あこれ絶対ドッキリしてるなと思って。つまらねえ男だこれ。その時に僕の頭が切り替わった。ざけんなマジで。マジでダメじゃん。まあいいやもう。はい、ということで今回はですね、フレンドがマウサーになってたらいつ気づくのか、また気づいたらどんな反応するのかドッキリやってきたんですけど、りょうがさんにやったところ、りょうがさんには聞きませんでした。終わり。邪魔落ち。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ボタンをポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。他にもおすすめ動画、最新動画が載ってると思うので、ぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さくやでした。